38になったやん。はい、先生。あれ？ちょっと待って。あ、ちょっと長いな、足これ。ちょっとお股が痛いね、ちょっと。お股痛い。ちょっと足。30秒インターバルあるんで、それちょっと休憩して、もう一度2ラウンド。ね、すごいよね、試合って、次の試合まで、いつまで。でも新人王戦なんで。新人戦なんだ。まあ、2ヶ月おきぐらい。で、あと30分です。はい。Thank you.
のシャツを着てるだけです。井上選手のパパみたい。誰ですか？井上選手のパパって、そうしてるじゃないですか。あ、始まった。何分？3分。あ、3分で。そしたらインターバル30秒。あ、30分で30秒したらこう体調良くなるんや。あ、だって3分で30秒。はい、インターバルが。うん。私まだこれするの。いや、もう終わり。はい。帰ってって。あ、ごめんね。これすみません。これジムみたいに。いいの？これごめんなさい。あ、どうです。すごい。じゃあまた明日、はい、また明日。え、ここって常に先生がついてくれるの？先生ついてきました。で、レッスンで1時間なの？いや、3年生だよ。普通のやつ30分から1時間。ライセンスとあの話、ジムのお金と買わないじゃないですか。ね、意味は どこなんですか？じゃあ私見たで、あ、向こう受付話しようかな。まあ、お金のことで後話しましょう。ちょっともう集中してやりましょう。うん、え、私も終わっちゃったんです。あ、終わりとか、そっか、あ、そっか、そっか。じゃあ、シャワー浴びましょう。何時？あんまり6時。はい。
ジョイ先生ありがとう。さっきのあの更衣室にシャワーがあると分かります。で着替えてからのお金の話ね。